曲を増やしたいなと、僕個人的には思ってるんですよね。なかなかこれが、うまくいかないで、みんな騙し騙しこう、まあ、曲やらせてるんですけどね、なかなか難しい部分がございまして、キングスの曲は何曲かあるんですけどね、またこれもおいおい、やっていきたいと思いますけども、はい、まだ静かですね。もう面白い曲やりますよ。なんかいろいろね、ギャグソングをやりたいなと思ってますけども、これからまたね、やっていきたいなと思っています。今の楽しかったですかね。いや、よかったな。すごい。ボストンじゃないですよ。ダスト。ダストンいるよねと思ったけどね、ダスト。2、3人いるんじゃない。僕の友達がダスト。それではですね、向こうの曲も、とても素敵な曲たくさん、また日本の曲もありまして、先ほど歌いました、お嫁においての加山雄三さん、もう加山雄三さんはね、もう小学校、中学校の時からずっと歌い続けてね、中学の同級生もいっぱいいますけどね、なんか中学で、僕はよく覚えてないんですけど、他のクラス行って、ずいぶん加山雄三の曲を歌ってたらしいですからね。それで、その当時、加山雄三さんもスポーツ版の、ね、歌は歌う、それから曲は作る、ね、曲を作って歌う人なんだっけ、シンガーソングライターね、シンガーソングライター、みんな知らん、シンガーソングライターっていう部分もあるので、もう一人、その当時ね、シンガーソングライターの方がいたんですね、アダちゃん。皆さん本当にね、この方々はね、なんか言うと皆さんすぐ分かっていただけるんで、1960年代70年代に皆さんね一緒に、共有してね楽しんでいただけると非常に幸せな、今日この頃でございますけどね、もうちょっと若い方も今日いらっしゃってね、ちょっと分かんないな、テサンアトムって何とかね、鉄人28号って何とかね、そういう方も多分いらっしゃると思いますけどね、おじさんおばさんにお付き合いいただいて本当にありがとうございます。さあそれでは、いよいよですね、最後から12番目の曲になります。もうやっぱり遅くなっちゃったよ。30分早くして正解だったね。それでは、荒木一郎さん、いろいろ、我々歌ってるんですけどね、その中でも特に好きな曲をね、歌いたいと思います。空に星があるようにという曲ですね。これあ、知ってる方がほとんどだと思いますけどね、知らない方は今日覚えていてください。一緒に歌いましょう。ちょっとお水を。一番最初は空に星があるよというね、歌詞でございます。でも途中で空にいい音するね。私言いませんのでね、言うと自分の歌歌いたくなっちゃう。しばらくチューニングをお聞きください。良い演奏は良いチューニングかなと、ね、はい、いいね。さあ、いよいよ終盤にかかってまいりましたけどね、皆さんもだいぶお疲れの模様でございますけどね、立ってる方はもっと疲れてるんだろう。それでは、はい、では、お待ちしましょう。空に星があるよ。